マッチ棒パズル、正しい等式を作るノートレが全部で6問、おまけ問題付きです。では始めましょう。第1問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は5+3=8 となり、正しい式になりました。第2問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は6+0=6となり、正しい式になりました。第3問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は15-8=7となり、正しい式になりました。第4問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は4+2=0+6=6となり、正しい式になりました。第5問、マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。
正解は するとマイナス 3×2 イコール 3-9 イコールマイナス6となり、正しい式になりました。第6問。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。正解は すると96-29イコール67となり、正しい式になりました。おまけ問題です。マッチ棒を1本動かして正しい等式にしてください。この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお他の動画でこの問題の解説をしていますので、終了画面または概要欄の URL からご覧になってください。